ドド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 こんにちは、女子生き物ラボのゆきずな。はい、こんにちは。皆さん、マイク聞こえますかね。私今日ね、ちょっとピンマイクみたいなやつで使ってるんです。これさ、だいたい中に入れない、今日はちょっとね、ピンマイクを使って、撮影してます。たまたまちょっとね、今ね、静岡の方に来てるんですけど、波の音が半端ないので、ちょっと今日はね、マイクをつけさせていただいてますって感じで、こちらで私の母がですね、なぜか写真撮ってます。はい、ファンサービスもしておきました。ちょっとね、今日は朝ということでコーヒー飲ませていただきます。今日は皆さんにご報告があって、動画を回しております。サムネとタイトルの通りなんですけれども、 MPJ さんから出ているアクアライフというね、アクア専門の雑誌にですね、私女子生き物ラボ11月号に乗ることが決まりました。アクアライフね、こちらです。まず現物をお見せします。じゃーん、こちらのね、アクアライフ11月号という、ここにね11って書いてあるんですけど、毎月10日発売みたいでですね、それの11月号に載せさせていただいてます。やばいよね、めっちゃ綺麗だよね。こうグレーとブルーをこう一緒に配色するっていう、この美しさすごい綺麗なんですよ。で、中身もなんかここに特別付録がついてるみたいで、ヒレナガとラメの品種相関両面特大ポスターが特別付録についてるみたいです。なんかすごいね、これもう本当に中身見ると分かるんですけど、やっぱ今メダカすごく流行ってるじゃないですか。なので、このアクアライフさんの今月のね、11月号にはメダカさんと、その後に、私のね、爬虫類たち、そして、両生類たちのコーナーの写真がね、掲載させていただいているということになっております。奄美大島固有種の奄美シリケンイモリというね、準絶滅危惧種のイモリちゃんがいるんですけれども、そちらの、繁殖を結構ね、力入れてやってまして、で自分で現地にね、採取行ったりとか、生活環境を見に行ったりだとか、本当にちょっと真剣に繁殖を、してるので、そういったところをね、爬虫類たちだけじゃなくて、そのシリケンイモリちゃんのね、繁殖場だったりとかね、繁殖の事情だったりとか、繁殖する時のコツだったりとかね、本当にコツはいろいろあるんですよね。やっぱ両生類はとりわけ繁殖が本当に難しい生き物だと思ってるんで、できるだけね、インタビューとかでもコツとかお話ししてるので、ぜひぜひ皆様、見ていただければなと思います。やばいね、私もついに雑誌デビューか。その他にもね、爬虫類ちゃんたちももちろん載ってるので、そちらもね、すごく楽しみに見ていただければなと思っております。水草とかね、そういうのもすごい最近流行ってると思うんだけど、そういうのの内容とかも全然いっぱい載ってるし、で実際にちゃんと目で見てどういうものかっていうのを見てから買いたいって人なんで、ショップの情報があるっていうのはすごい嬉しいなっていうふうに思いましたね。ちょっとこれ母にも感想聞いてみましょう。ねえねえ、メダカ好きの母はね、こういうグッズの詳細だったりとか、本当に生態だけじゃないっていうところがすごい勉強になったって言ってます。こちらで、はい、ありがとうございました。で、このアクアライフさんって私すごい覚えてるんですけど、てか私の父が言ってたんですけど、本当に歴史ある雑誌なんですよね。父がね、まだね、爬虫類のブリードをやってる時からこのアクアライフの雑誌買ってたみたいなんですよね。もう父もね、すごいいろんなの買ってました。なんだっけ、シクリットとかアロアナ、もう血行竜みたいなやつのアロアナとかすごい買ってたんです、あの人。その当時からもう本当にアクア専門雑誌であったよっていうぐらいね、そんなね、こう歴史あるこのアクアライフさんに載せていただけるとすっごく嬉しいです。
すでに発売中なのでぜひ、まあ、アクアショップだったりとかあのイベントとかもね、あのアクアリウム東京とかアクアリウムバスとかでもね MPJ さんが出店されてるところで販売してたりとか、まあ、それこそあのネットとかね本屋さんとかでも買えると思うのでぜひねこちら買って、皆さんもイモリの繁殖にぜひつなげていただければなと思います。本当に純絶滅危惧種を CB 化させるっていうのはかなり大変だと思うんですけれども、かなり自分の情報をこうね世に出してる感じなので本当にね、コツが詰まってると思いますし、その他の爬虫類ちゃんたちもかなりね、もう撮影技術がもうすごすぎていつもよりも数倍もう数百倍も魅力ある写真に、ね、なっておりますのでぜひもう皆さんこちら見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございました、アクアライフ私買っちゃうよ見たいなって方はチャンネル登録グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。